え、湖入れるんですか？やば。楽しみっすね。湖サウナ。こんにちは。今日はですね、これからフィンランドのヘルシンキという場所に飛行機に行って向かいたいと思います。サウナで有名な場所みたいなんで、サウナに入りまくりたいなと。あと、この湖とね、森の国と言われてるらしく、ちょっとハイキングなんかもしたいなという感じで、これから出発したいと思います。では、行ってきます。カフェも併設されていて、コーヒーは絶品です。このバスに乗って、このリバプールジョン・レノンエアポートまで来ました。じゃあちょっとチェックインに、チェックイン、搭乗手続きに行ってきたいと思います。リバプールからスウェーデンのストックホルムまで来ました。なんか全てがおしゃれですね。やっぱなんか IKEA の雰囲気だよね、確かストックホルムっていうか、そのスウェーデンは本当なんかイギリスとまた全然違う感じですね。このレモンソーダ、あとこのチョコレートと、あとこのパン合わせて147クローネで、日本円だと1900円ぐらいでした。まあ、やっぱね、高いよね。まあ、空港だからっていうのもあるかもしれないけど、でもやっぱここだし物価が高いんだと思います。しかしね、めちゃめちゃうまい。このパンがね、すごいもちもちっていうかね、なんかまたイギリスので食べるパンとは全然違うっていうか、てかこっちの方が全然好きっていうか、最高です。登山のエアマットとネプロで寝てました。これからもう一回チェックインしてフィンランドに帰りたいと思います。向こう暖かくて清潔でいいですね。フィンランドに着きました。さすがにね、イギリスよりさらに北にある国だからめちゃめちゃ寒いですね。まあ、ちょっとね、この荷物がちょっと重いんで、まずこれを宿に置きに行くっていうのと、あとちょっと図書館がね、すごいいい感じそうだから、とりあえず行ってみようかなって思います。やばすぎでしょ、この広さ。
ょっとまだ11月なんですけど、あまりにもちょっと寒いんで、ちょっとこれからネックウォーマーを買いに行きたいと思います。極に近い国だし寒いっすね。で、街並みはね、ほんと綺麗。道路もなんかアスファルトじゃなくてなんかレンガみたいなやつになってて、すごいなんか変わった感じ、ヨーロッパっぽいっすね。あそこに見つけました。なんかいいやつあるといいんだけど。この2つをゲットしました。こっちがネックウォーマーで、こっちが地図です。もうすぐ宿に着きます。なんかめっちゃ気になるやつがあって、なんかあそこにぶら下がってるあれ、これって何なのかが分かんないですね。電源っぽいやつがついてるから、多分あれ街灯なのかなっていう予測です。ということで夕飯を食べに行きました。じゃーん、醤油チキンカツラーメンです。14ユーロなんで2300円ぐらいの高級なラーメンですね。ちょっと寒すぎて頼んでしまいました。ヘルシンキ大聖堂、めっちゃ寒い。あの昼間なんだろうって言ってた、あの謎の物体、やっぱり電灯だった。めっちゃおしゃれ。これなんかあの星型のアクセサリーが飾ってあって、あのサンタさん、クリスマスっぽい。なんかね、全体的におしゃれだよね。これいつもなのかな、この電球色っぽい感じが。でもなんかすごい心地よいですね、この電球色が。なんかほんとこの電球の感じとかディズニーランドみたい。いや、この港の町っていうのもね、なんかいいよね。ディズニーシーみたい。ほんとディズニーランドみたいって言っていいのかよくわかりませんが、すごい雰囲気がいいな。というわけで家に帰りたいと思います。この電動のスクーターっていうのかな、これに乗って家まで帰ります。あのめちゃくちゃ速くてちょっと怖いけど超楽しいということで戻ってきました。このボルトに乗って時速20キロ最大出せて、で、まあ、なんか結構自転車専用のレーンがフィンランド多いんで、そこのレーンを走って行く感じですね。多分15分ぐらい走ってだいたい 1.29 ユーロでした。なんか200円ぐらいかな、今のレートの換算だと。帰ります。ということで泊まってる宿に帰ってきました。3人で泊まる予定で、今まだ自分しかいないんですけど、この広い部屋と、あとこっちの部屋とキッチン、あとトイレって感じの、間取りです。そしてそしてじゃーん、なんだろうこれ、高菜とポテトっぽい。で、これがチーズで、これがね、なんかアイス。フィンランド語で書いてあってよくわかんなかったけど、とりあえず買ってみました。で、これがなんかフィンランドビールが有名らしいんで、ちょっとね、弱めなんでね、2.5 バーで。ちょっと自分お酒弱いんで、こんぐらいがちょうどいい気がします。そしてこれが生ハム。レモン水みたいなやつかな。締めて15ユーロぐらいかな。2000円ぐらいかな。やっぱ物価高いっすね。絶対うまいよね。あ、やばい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 。よし。お疲れ様でーす。うわ、危ねえ。乾杯。
めちゃめちゃうまいよ。コフ。やば。ちょっと待って。これね、めちゃめちゃうまいわ。なんかバターがね、いい感じに効いてて。このね、グリーンピースも超うまい。いやー、これはやばいな。今日はこれからレンタカーを借りてフィンランドのちょっと冒険したいと思います。よかったびっくりした。大丈夫だ。もういい。フィンランド語でこんにちは。もういい。もういい。もういい。ああ、いいんだね。かわいいですよ。 And when you return at 9? OK. Thank you so much. めっちゃ入る、ここめっちゃ入る。よし、じゃあ。あ、ムーミンのクッキー。うまそう。あ、丸焼き。これ買ってみませんか。みんなでこれ1個買って。超おすすめされてる何かが。あ、ソーセージなんすか。ダメだわ。それをパサッときた。初めての味、わかんない。黒ソーセージ、うん、スモークされてる。うまい。いや、スモーク、そうじゃないの。うん、なんかね、お肉じゃない。お肉じゃない。ちょっとちょうだい。シナモン。うん、これ好き。切れない。うん、うまい。うん、うまいな。シナモン、シナモンロール。めっちゃ寒いっすね。あ、ありました、ありました。あ、看板が見えた。あのカバーみたいなやついるかな。カバーカバーかな。リエスジャービリエスヤービナショナルパーク。リエスヤービなんとかって言ってました。言ってましたよね、翻訳で。フィンランド語は難しい。 5.2km 森の中でサウナを見つけました。ここに薪があります。薪。サウナを発見してテンションの上がる大人たち。154、2×4 という材料で作り込んでるんですね、これ。ですね。すごい、森の中にサウナがね、普通にあるって、やっぱサウナの発祥国なだけありますね。入れるサウナ。湖入れるんですか。やば。今日 3.5 度だから。今日 3.5 度。楽しみっすね。湖サウナ。あ、湖に飛び込める。てかあれですね。あれみたいです。サウナ楽しみ。あの上から飛び込んでもいいらしい。あのそーっと入ってもいいんだけど、ジャンピンジャンピン。いや、サウナの本番に来てしまいましたね。すごい。我々もこれから入ります。サウナに入ってきます。行きましょう。めっちゃ湯気。自分からの湯気がやばい。やばい。あのサウナマスターのロリューすごかったし。やばかったですね。そして今向かっているのはここ、水温10度以下のフィンランド水。イエーイ。コーヒー。イエーイ。あ、ファーストタイム。あー、寒い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 。やばいっす。どうすか。あ、もう暖かい。ちょっと暖かくなってきた。いやー、すごいな。あと5秒。足が痛い。足が痛い。ムーン、コンさん。さ、うん。
ムーミンめっちゃうまいっすね。マジっすか。いやムーミン超うまいっすね。めっちゃうまくないっすか。超うまい。あとグレープソーダかな。普通違うな。なんかめちゃめちゃ最高でした。次はフィンランド最後の、うん、最後じゃない、はい、フィンランド最後のサウナに行きたいと思います。ということで料理が届きました。じゃーん、めっちゃでかい。美味しそうです。めっちゃお二人のも美味しそう。これは何なの。これが気になるしかない。マッシュポテトです。あ、マッシュポテト、マッシュポテトの美味しそうです。ありがとうございます。さつまいもめちゃくちゃうまい。うまっ。うまいか。いいいいさつまいもが超うまいです。もいもい。ヘルシンキ最古のカフェに来ました。はい、どうぞ。オッケー。オッケー。では、これに乗って帰ります。あ、やばい。ボールに乗ってきました。めっちゃ快適で最高です。ポンさん、フーシアルピサウナに来ました。サウナ3カ所目。どんだけサウナ行くんだって。いやでもサウナ王国だから仕方ない。楽しみ。湖に飛び込む場所です。ここも。これトイレですか ？WC。ああでもいいあれもある。あ、また受付も。スウェーデン。Yeah, okay. Do you wanna go electric sauna or smoke sauna? Smoke sauna. Smoke sauna. Yeah. めっちゃ煙がモクモクしてますね。スモークサウナ。薪の量やばい。ここから浜から。いやー、くよい。海まで来ました。ロウリュ、ロウリュ、ロウリュ。これがロウリュです。天気が悪い。クリスマス一色。めっちゃ綺麗、キラキラしてる。トリュフです。トリュフめっちゃうまい。どうやって料理するかな。ホテルルームの場所がない。いい。ホテルルヘルシンキ5日目です。今日はサウナと美術館と博物館と、ちょっとそんな感じで行きたいと思います。
感じです。寒すぎ。ありました、サウナって書いてある。行ってみたいと思います。めちゃくちゃ良かったです。本当入り口の前に休憩スペースがあって、そこで整うような感じでした。まあ、本当シンプルでサウナオンリーお風呂とかもなくて、シャワーを浴びる場所があるだけでしたね。で、中は本当に大きな石造りの空間で、足場がなんていうのタイルとかじゃなくて石で、めちゃくちゃ暑くてびっくりしました。でもね、ロウリュも自由にできるし、温度も結構高い温度で最高でしたね。次はデザイン博物館に行きたいと思います。ありました、あれが多分デザイン博物館。ありました、牛サウナ。なんか牛っぽい犬がいらっしゃるようです。楽しみです。ここにワンちゃんが。牛サウナ最高でした。これから帰ります。やばい、めっちゃ雨降ってる。サウナとバーが融合しているようなところで、本当サウナの途中にバーに行って飲み行ってもいいし、終わった後も飲めるし、サウナに入らなくてもバーだけ来てる人もいるみたいで、あとね、なんかねワンちゃんがめっちゃ可愛いんだよね。雨やばすぎる。そんな感じで超おすすめサウナでした。ヘルシンキ来て来たら絶対行ってほしい牛サウナ。やばいやばい、なんか雨がやばすぎる。電車に乗って、このあそこの路面電車に乗って帰りたいと思います。ありがとうございます。フィンランド最終日です。まあ、ちょっとチェックアウト11時なんですけど、もう一サウナ行ってみたいと思っております。よいしょ。で、そこのサウナなんですけど、公衆サウナというか、そのフリーで使えて、その地元の有志の人たちが集まって管理しているような場所で、なんかすごいいい場所らしいので行ってみたいと思います。スマホの準備も完了したので乗ってきたいと思います。サウナの近くまで来たんですけど、果たしてやっているのか。あそこですね。あ、でも人いますね。なんか謎のキリンみたいなやつがいる。あと1時間ぐらいね、準備に時間がかかるらしくて残念ですが、また今度にしたいと思います。地元の人たちみんなで力を合わせてなんか準備してるみたいな感じで、サウナの小屋が3つぐらいありました。いやー、ちょっとまた行くか、戻ってきたいと思います。
お土産もたくさん買ったので、空港に向かってリバプールに帰りたいと思います。フィンランドはね、なんかコーヒーがすごい世界で一番消費されてる国らしくて、コーヒーがすごい美味しいって言うんで、コーヒーとか、あとムーミングッズ、ムーミングッズってムーミングミってムーミンクッキーしか買ってないけど、なんかデザインがめっちゃいいんじゃない。あとはビール、なんかビールの種類がたくさんあってね、あのどれもすごい美味しかったから、ビールも買いました。締めて36ユーロ。図書館とも別れです。フィンランドの言語が分からなさすぎて、空港に行く電車かどれかもよく分からなくて死にそうでした。でもおばちゃんに教えてもらいましたので大丈夫そうです。